明日的な今日4日連続ライブだ。今日からいや勘違いされるかな、明日的な今日から。はいよカモラグヤッホーイ、タケノコウオ、みずひろこんばんざーい、もう帰ってくる、やった、おかえり、まだ早い、おかえりはまだ早い、ジュジュオハー、みずひろこんばんざーい、ありがとね、特典16日の横もわかんない、まだ何も告知はしたが、安いよね、1000円一般。トモさん、今日あられ水割り、あら、え、初雪になるのか、もう少しさせて、しょうがないな、まおちゃんはしょうがない、年賀状頼むの20まで、20もう受付終わっちゃうんじゃないかな20日だとオンラインデリベ、ん、最後はいつだ、笹川の受付できるの。ともさん、冬眠します、春まで起きないの、前も冬眠したいな、この時間の、そうなんだよ、永遠のテーマだから、明日的な今日って言ってる、明日的な今日から4日連続ライブ、そうだよ、もう日付超えたよね、じゃじゃバオバー、あ、今日早くない、本日分の今日だから、あ、なるほどね、強制閉店だったからか、ステージ4シュー、おひさー、こんばん、あ、好きってことだね、だからか、大好きってことだね、個人で受付、ちゃう、オンラインリリースイベント開催時に受け付けるんだけど、そのオンラインリリーベ開催しててもこうグループで分かれて、あのこっちが A チームが会場で B チームがオンラインリリーベ組の時、オンライン参加してる B チームの方しか販売しないんですよ。そうなので、そう、自分の最後いつだ、自分の最後って言うとなんかちょっと語弊があるワイの年賀状受付ラストいつだ、誰かちょっと調べてさせラジオ配信にして画像見れば分かるんだけど、だからね、意外とも受付できる日がね、あと数回とかしかないんですよ。アクセスちょっと言うたのに、いやでもうちもわからないっていう回答をした、まだ、でも早めに大抵出てくれなきゃ、必然的にライブ出演なしになったりするかな、出れるといいな。ジュジュ、家の中でその格好暑くない、寒いよワイの家。トムさん、すさまる可愛さの中に大人の色気ある、色気どこにあるんだろう、まあ何の話か自分でも分かんなかったけどよかった、ニコニコして、あ、年賀状もね、ありがとう、心を込めて書きます、みんなのね宛名住所も書くから、何日かぶりな気がするね、あ、テスト無事終わった、君どうだった、ひなぽー、楽しい週末がやってきますね、イエイ、タケノコ、そうなんだよ、20日、20日って何やったっけ、ちょっと一瞬ラジオ配信していい、スケジュールチェックして、ね、あ、今日写真たくさん撮ったから写真遡るの、あ、これやこれや、
あ、そっか、名古屋や。もし、でもまだ分かんないな、さすがに。名古屋でオンラインリリーベあればいいんだけどね。やればいいんだけど。こんな感じ。笹川の。は、あ、ラストここかな？笹川の年賀状を受付できる現状ラストが15日火曜日だわ。笹川 B グループなんで。もし名古屋でオンラインリリーベやればいいんだけど、まだわからん。ふくふくこんばんは。ロキこんばんざーい。あ、ロキのね、全員写メをね、撮ったよ。残り2枚だ。赤組と呼ばれてるのは A グループの方かな。チャハンは食べました。チャハンね、我慢して食べてないんですよ。でもチャハンじゃないの食べちゃった。まあ頼みました。明けおめ早い。 戻しました。じゃじゃ、本業の会社の事務所ついたけど、普通に読んだ。サミースイッチオン。テスト、おお。月曜は3科目、まだまだ続くね。でもさ、俺には進まるの色気が分かります。でも色気キャラになりたくないからね、何も色気出してないですけど。 逆でした。サチのスケジュールだとキュート10がカレー組で、カレー組、ラーメン組、どっちがどっち？週末、イエーやったねー。楽しみだね。4日連続ライブなんだよ。まあ、月曜日、7日月曜日は配信のみですけど。そうそうそう、20日締め切りなのにオンラインね。それはちょっと不思議。7時40分に家出て、学校行ってバイトに帰行って、24に帰って1週間とか。ボロボロよ。もう週のライフはゼロよ。回復しよう、配信で。あと2枚で、おお、60枚、すごい、結構いった。のびこんばんざーい。トナカイでした。もうトナカイは脱ぎ捨ててしまった。あれは部屋着にしたいと思います。今後またどっかでもしかしたら着たりするかもしれないけど。シンゴチョリース。なんか先生、扱う名古屋ライブが何時頃なのか分からないの、パックで安く済ませたんだけど、リリーベしかまだ分からん。ごめん、まだ何にも大体の時間もわからない。情報全く来てないから、こっちに。まあでも昼リリーベだから、まああるとしたら夜か。でも本当にまだごめんなさい、こっちにも何も来てないので。ロキ全員写メ楽しみにしてて。あとね、いろんなこの年賀状も頼んでた。何美じゃない、よく。 それとよく寝れるのは因果関係あるの？ アルファ良平、おやすみなさーい。アクセス、あ、そっちか。大人の男性の色気。チャハンは我慢。 チャハンは我慢してたんだけど、他のものを食べちった。ちょっとお腹空きすぎて。で、外気温がマイナス2度だから、4度でも気持ちいい。あー、でもそれはわかる。外寒すぎるんや、北海道。よしき、こんばんは。メンブレしたので直感。やっぱ20日より前だと厳しいかな。次回、シーズン。デュエルスタンバイしないで、城之内なんないで、バレバレな次回予告。第7日
7日はね、いつも月曜日にあるのにその日ないんだよ。そうなんだよ。7日がライブなので夜。その後あればよかったけどなさそう。その次の週はある。アク先生、なんでもない日々の配信であのトナカイ来てたら 萌え すごいなんか 萌え星ってなんかすごい、アク先生がポップな感じでコメントしてるように見える パンダちゃん、ハーティン、ありがとう。それ絶対トナカイ配信あるかな。笹川の気まぐれ12月24、25、お休み取れました、やったー、めっちゃおめでとう。26半休やったぜ、嬉しい。ちょっとなんか泣いてる顔文字で「ダメだったかな?」と思わせといて よかったー、手伝う。クリスマスギフトありがとう。ギフティング。だけど無理ですね。せめて16。最近、ささ冷たい、まあ、指先は冷たいけど末端冷え性だから。ささが全然冷たくないよ。指はすごく物理的に冷たい、とても。じゅじゅ、餃子借りて餃子食べれなかったから事務所のロッカーに入ってた焼きそば弁当 出た、北海道民の焼きそば弁当、知ってるよ、食べたことある。パガワはヤッホー、アクセス20日までなのにね、じゃあお早めに言ってるよね。そうね、お早めに、お早めによろしくお願いします。スタが年賀状一枚一枚全部手書きしております。萌え ポップな感じで話してるアク先生、教えていただいてありがとうございます。中学の特番と待ってる。パンザイジャンパンメンバーと初めてトークポートする人はめっちゃワンコインで話しちゃうからね。そのお得枠、最初の2枠だけなんですけど、アク先生漢字で死ぬって書くとポップになるのいいね ショールームさんの配慮でポップにしていただきました。24日までお休みがありません。竹の子ありがとうございました。ああ、直感しちゃうの、そう感じただけ。笹がいつでも温かいよ。シャラーン、ふみ面白神様、ふみ崇拝、ナルトスこんばんざーい。みんな冷たい手と握手した日が いや、そう、本当に今ね、握手とかできないですから、手ひんやり、いつも冷たって言われる。でもライブ後はあったかい、すぐ温まるから。バズジャパンのライブに行く前って地獄の連休。でも連休を乗り越えて楽しみがある。年賀状は来た人に返信するスタイルの。ということは笹川まだだった。スタイルブックの返信来るかな あ、歯の漫画の受け取った、ありがとう。今度それ着て配信する。 T シャツだから、でもあれ T シャツ、ロン T まだ開けてないんだ。受け取った、ありがとうございます。パナちゃん、ささ大好きの そんなナチュラルにささから教えないけん年賀状が届く、そう注文してくれたらね。トークポートまだしたことないから、おトークポート、まだバンザイジャパンメンバーと話してない人めちゃ500円
めちゃさっさとトークポット、いいめちゃめちゃしとる、もう何回もうーんポーズ、え待ってどんなのしてた全然覚えてない。ナイスこんばんざーい、明日行くよって言ったらフミにスルーされたけど、うーんだって来ない、長野だったら来る、ゆっちこんばんざーい、ハリーアク先生とりあえずボーナス&クレーカー引き落とし日待ち現実責任、そうだよね12月、お前たけのこ推しのもついて買えないかもなんで、笹川さんの、うん、20日あればいいな、オンラインデリバリーな、名古屋からお届け、いやでもメンバー少ないからできないかな、なんかリリーベー会場でリリーベーの時もメンバー全員参加の時はオンラインリリーベーやるかもって、会場でできそうであればやるかも。ジェジェ、ヤシノヤのポケモンの丼、お当選したん、すごテンション上がった、かわいいねタンボスエッチ50カウントしてくれた、ありがとう。パナさん今日もおお。万歳三唱桜チロお祭り騒ぎ願い星、いいですねいいですね、いいチョイスだと思います。ロアさんコラボ楽曲もかっこいいね。ひな年賀状の住所知り合いの家にするかもだけどえ頼んでくれるの、あ年賀状の住所あそっかそっか確かに何かとしてるね、トクポトけちゃん、あいあいさつがすごくシンプル、シュエ500円、さらにこの配信見てる方限定、なんと50円にはならないならない、残念ながらしたいけどならない、笹川の権限では、うん言いながら首をコクコクするだけのシンプルポーズえ覚えてな、うんうん世界一からかったうんうん、そんなに褒められたの初めてや。アク先生年末年始は実家に帰るから実家の住所で、確かにそっか、あこちゃん帰ってんのか年末年始、唇の色がない、まあ、いいか来る、お言ったね長野、ロキさっさとトークポット、はあ、まださ探したことない、リマとはもうお話ししたんでしょ、バンドラーケー名古屋で会えた時は、おかまうかまう、名古屋で会える、19、20、タモセイチこんばんざい、カウントからのこんばんざい、だからこれやれるといいですね、オンライン、おーのりひろめちゃ久々ありがとう、パンダちゃんちなみに次のトップと人、あートップポと一枠目で25か、すごいしてた、あき先生マコアの一部 A 席まだ残ってるからね、のりひろ相変わらず可愛いの、ほんまでっか TV、 今日のりひろのほうれん草色してる、いやちょっとくすんでるけどささが特典会時こっそりこれ持ってきなさいって田舎のじいちゃんみたいな、ばあちゃんには内緒でみたいな450円、えみんなには450円あげないといけないの、金欠になる、パナちゃん今年一番愛を送った人、あねえさっさだったね、
たの聖地。さすちゃん名古屋セグミそう、いたりする、来れたり、来れたり、そう12月19日20日の土日は名古屋遠征に行きます。あく先生今年の正月以来実家帰ってないからな。そうだな、ワイいつ以来だろう帰れてないの、しばらく帰れてない。あちょっと一瞬止まるかもしんない画面。あ、させんちょっと止まってました、止めてた、お待たせ。どこまで読んだ、トークアプリのタグ未だに一つもダウンロードしてない。え、てかトークボットの他に何があるの、なんかあるん、なんかさトークアプリじゃないけどオンリーファイブっていうのやってるグループさんもあるよね。でもトークアプリはトークボット以外知らん。年末、うん、年始自分が家にいる保証ないから回収し損ねるといろいろちょっとねお母さんとかに、あら笹川笹さんからの年賀状やばいこと書いとこうかなあこちゃんあれこれ読んだか、読んだね、あ表示されてなかったのかこのコメントが、みんなさっき表示されてなかったけど出てきた。慎吾長野って車なくても行ける電車、でも長野って広いよね、すごい。ラッキーリマネート毎回、あ3枠お話ししてんだ、すごいいっぱいお話ししてた、もうすでにリママニアだもんね。マラちゃんトークポートの回数ササが一番多い、ででーん、なんか消費者金融の待ってせんといて、そこまでせんといて、うん大事だよ、その後の代償はでかいよそれ一瞬はいいかもしれないけどマビおやすみかな、おやすみパンちゃん。新潟にはいつ頃、え前回たの、前回いつだかな、いつだろう、前の新潟遠征の時だった、あそうだね、テレビ収録した時以来だ、そうそうそう、でも本当にその時ももうその日しか帰ってないからほんと一瞬だから実家全然入れてない、そうそう金沢から名古屋行くつもりで、はあ、ちょうどそれは素晴らしい。19日土曜日も働く、そっか、うん寿司のテレビ録画してたら笹寿司、はあ、食べたい寿司、新潟の弁慶に行きたい、弁慶っていうお店、ズームとか、えシュガー知らん、全くズームでなんか数人限定のオンラインオフ会、 オンなのかオフなのかちょっとよく分かんないけどっていうのはやったことある、うん、シュガー全く聞いたことなかった。のび明日早く、あ帰ってたね、そう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 、リセールなんか通知は来るみたいだけどめっちゃ人気というか多分機材が明日結構入るから配信のだからそれでいつもよりなんかね席数も結構限られてるって、うーん来たいって言ってる人ねいっぱいいたからすごい心苦しい。これでね当日来ない人とかが出ないといいな。
まあでも待ってる人からしたら出た方がいいのか。え、でも当日出てもって感じか。それでチケットは持ってるけどなんか来ませんでしたみたいな人いたらね、 SL 待ちした人も、うんってなっちゃう。オンリーファイブ基本気づいたら枯れてるから。だって5個しか販売しないんでしょ、なんかあれって。パンダちゃん今月は3日間トークパターン、あ一日トーク全然いいよ。パンダちゃんの何タイミングじゃない、なんて言うんだ、パンダちゃんのいい具合に最近全然言葉出てこなくてやばい。竹の子諏訪あたりなら、お夜行バス通ってるって。諏訪はどの辺だ。俺年賀状全然来ないしさ。笹川さんから年賀状が届くかも、頼んでくれたら頼んでくれたらかもじゃないな、確定で届く、確定ガチャ。パドラケ名古屋で会えたらまた刺さり間に挟まれて全地域を取るんだ。フラグ立てんといて。会えるフラグは立てていいけど死亡フラグは立てんといてよ。はい、ピカピカに磨いた500円玉握りしめて、トークポット現金払いできない。どこに入場するんや。まあね、オンライン上にちょっと入場していただいて、パナちゃんさささささすすす好き。先生30日とか60日無利息ってやってるとこもあるから給料入ったらすぐ返すばって。やばい、誘いに乗ってるし。無利息マジ。ケイちゃんコロナで、え本当に実家できん。えケイちゃんって実家どこだ。今日はオンラインリリベ、おー行けたね。あそうだ、そうそうそう頼んでくれた、ありがとう。いつもより一部あたりの、確かに多い。一部ね、まだ A 席あるんで、足軽ジャパンの新体制を広め、皆さんぜひ見に行ってください。バンザイジャパンメンバーは、メンバーもね、見に行きたい人多数だけど、ちょっとスペースとかの関係できっとメンバーは配信でてると思います。けちゃんリセール激戦ねらしいね、何回かされてるらしいけど結構割とすぐ売れるらしい。ゲットできたらラッキー。でもまだ諦めないでみんな。だけどとりあえず電子ドラム、あそこまで電子ドラム結構なお値段。ダンボス H ガンラーザーから名古屋間なら公共交通機関が、あね金沢から結構来やすいらしいね、石川名古屋。かなちゃん11月めっちゃした、めっちゃしてくれた電話。先生チケット買ったけど飛行機遅延は結構してライブ間に合わないとか、それはな、そうだよな、北海道、いやでも結構な頻度で来てるから本当にすごい。ジュジュかなちゃんまたささとチェキ取ろうな、絶対な、約束な。竹の子大学の部活の合宿毎回長野だったから、 OB で合宿のぞき行った時夜行バス使ったし、おー長野の山でトレーニングあるよね、酸素の薄いところでとか。500円玉乗りつこい。じゃあ乗りツッコミしちゃった、つい乗っちゃったよ、誰だよ乗らせたの。激払いできないで。パワー系。あれだね、漫才とかだったらめっちゃ雷の匠くんみたいな、なんとかだな。めっちゃパワー系。
大丈夫だったかな、メイサさん。あ、ありがとう。ちゃんと通ってる。早く先生、リボ払いはやばいけど一括で返すわにゃね。え、リボ払いっていうのさ、なんか分割との違いさ、何回聞いてもちょっと覚えらんない使い方次第。クリちゃんこんばんざーい。あ、注文ありがとうね、クリちゃんもね。チンミー元気、チンミー元気、笹川元気、とてもちょっと寒いけど元気鼻出てきた今、あ、もう1時なったった、早っ。聖地、自分の車でも行ける距離、すごい。何時間だ、トークポット全くしないの、全くしてくれないの、ポナちゃん。だけどこれリボは最終的に払う額があらかじめ分かってるなら、やばくないの。アイリーがよく、アイリーの口癖、リボ払いうーねえ、すごい。え、でもバンザイジャパンのファンの人の割合どんぐらい、こんな、なかなかないから。何の部活とだけどバンドね、体力必要だからジュジュ、タイのジャパンエキスポにタイの友達からお誘いあおタイ、ジャパンエキスポタイランド、タイ行きたい。ジュジュと会ったのもな、タイだったもんな。ハラケンこんばんざーい、トモさんこんばんは。ひな、パワー系のツッコミするってことは俺がボケたらおしめに暴力ただの暴力全くしないのは寂しいものなのか。突然ぱったり何も来なくなったらなんかしたかなってなる。リボ払いよな、リボ払いで課金すぎやばい、みんなリボ払いに取りつかれてるみんなをなんとかしてどの位置つ、リボ払いは毎月の返済額。あー、なるほどなるほど、そっかそっかそっか。毎月5000円ずつとかわかんないけど、どんぐらい返していくのか。なるほどね、そういうことか。でも決まってんのは分かりやすいね。あ、ダメだ、リボ払いしないよ、リボ払い、ワイも使いすぎそうで怖いから。なる、もう覚えたと思う、多分リボ払い。ありがとう、みんな、みんなの説明からです。鉄も解説してくれた、みんなにリボ払い。え、なんかすごく難しく考えたけどめっちゃ簡単だったね、考えてみたら。ハラケア、ここに来る前にユミちゃんの配信やさいよ、ご予約少ないで、あー、たこ焼きが美味しい、ゆみちゃん美味しい、はらけんがよくツイッターで言ってるやつ。分割との違い、簡単に言うと手数料が法外なだけだし、繰り返さなければいいだけ、完結なら。あ、ライト切れてた、ライトの充電が切れてしまいましたわ、充電しなきゃ。笹川の顔が暗くなってしまった、そろそろ我というあれか、おぼし飯か、神様による。ジュジュ、タイ人のお宅仲いいから、すごい。え、何語で喋ってるの、ジュジュは。はるけ、勤労の王、勤労は王にならんくてええねん。どっかの会話が買い占めてるのかな、誕生日のメンバー。あー、どうなんだろう、
バンザイジャパン、バンザイジャパンの人たくさんいたらいいな。パンダちゃんやるよ、笹が大好きだから。パンダちゃんラハラケン、アコムのガチ危ないな。そう、みんな大丈夫かな。みんな取り可愛すぎるし大好きすぎるので、あ、熱さましいとかちょっと必要かな。ちょっと買っとくね。シンゴリボ払いは月残高に毎月利息でどんどん高くなってっちゃうね。リボ払い、あ、ウリボー、ウリボーいたね。ウリボー最近見ないけどまだ元気かな。可愛い顔して恐ろしいやつだぜ。ポチタみたいだね。さっさってクレジット使う、うん、大人だから。ジュジュ英語で買すごい、こんなにリボ払いの話する。タラマル、こんばんは。タムサイチ、名古屋遠征行けることになったら生ササちゃん、そうだよ、生ササ。あとね、同郷のめいちゃんもおるし、間違いない。のびおつささでした。明日来れたらええけどな。リセル、ちょっともっとリセルされないかな。たらまる、サモしようか、うまいから買って、みんな買って。アク先生、特ポイ一枠我慢すればゆみちゃん、ゆみちゃん、うん、そうだよ、たこ焼き、今日もたこ焼きが美味しいって言ってる場合じゃないよ。たけのこ好きがさらに上なの。たけのこ、たらまる、夜中なのにまずシャウトしちまった。なに、サーモン、あ、そうで、なんで借金の話になったの、楽しい話なんで、なんで、誰最初にし始めたの。たけのこやたけのこや、あんたや。そういえば元をたどれば、さっちゃん、ダンスの風呂敷どっちが欲しい。ああ、柄あんままだ見てない。でも色的にベージュかな。パナちゃんも、明日はもう年だからライブに行くのはもうまだ全然年やない。金融に強い、やどれ金融ちょっと勉強するか、数字に行くとね、金融に強くなって愛理を救わねば、借金から。だけどこう年賀状ねえ、もし送ったら僕のしょうもない英語でも通じてくれるし、ゆっくり合わせてくれるって。タイの人優しいよね。めっちゃ優しい人多かった、本当にめちゃくちゃ。だから昨日めいちゃんに待ってるって言われた。あ、ほら、やっぱめいちゃんもささがもう待ってるよ。ささリボ払いしないよ、覚えたけどしない、うん、そうそう、俺いた、ここにもおった、リボ払いの魔人に取り憑かれた人が。ベージュはビーズクッションと同じイラスト。ああ、ベージュやった、持ってきてくれんだ。パナちゃん年、そういえば教えてもらったことないな。たらまる、私笹川だから、うん、バッとバツマルだからちょっと難しいことよくわかんない。バッとバツマル、アイリちゃん頼ます。アイリは借金地獄から救うんや、ワイがこの手で。まあね、本当に救いたいならもうワイがお金100万ぐらいドーンって渡せればいいんだけど、さすがにワイもそんなお金なかった。逆に笹川が借金地獄になっちゃう。ジュジュ通算6回タイ行ってるから、すごい、毎回僕のおかり。でもタイご飯も安い、美味しい。だからなんとかしたいですねえ。もしかしたらやるかもしれんけど、まだわからん。リボ払いは絶対に使ってはいけない、言ってる人がいるってことは、リボ払いはリボ払いはこう、ケちゃん、お金と、お金の悪魔と契約してさっさんとチェーンソーマンの話をする。お金の悪魔、怖い。お金はね、良くもあり
人を喜ばせる手段でもあり人を苦しめる手段でもあるから、最も笹はすべて一回払い、笹賀が笹味を忍ばせて、え、多分ほとんど、え、でもパンダちゃん30言ってないでしょ、前聞いた気がするな、借金の話、みんなこんな暗い話、いやいやいや、タケノコやん、一番最初に債務入れたのあんたやん、いつの間にかこんなに広まってしまって返せるリボリボ、なんか先生、アイリちゃんもヤバさもなかったら、でもなんかちょっとずつ返してるらしいですよ、うん、リボ払いして踏み倒すのが一番え、あれ本当に来るのかな、いるのは分かってるんですよ、やべやべ、終わるって言って全然終わってなかったわの持ってるカードってスイカとテレカとポンタパスもパスもつポンタポンタ前にもらった仮面ライダー、ありがとうございました、皆さん今日の配信、もう今日から4日間連続ライブ配信があるのが明日的な今日の5日のライブと、あと7日のライブもまだ詳しい時間とか URL 出てないんですけど、7日月曜日、すごいね、みんな太っ腹やん、あと12日もあるわ、グズグズしてるだね、あ、一応6日もあるんだ、神田明神、でも神田明神のは有料、有料でツイキャス配信あります、8日はないか、8日はないな、うん、もし見れたらぜひ、ありました、ポンタポイントはね全然溜まってない正直ありがとうございました、ではライブます、今日から4日間、ありがとう、おやすみ、イエーイ、良い夢を。